コメントの見方がわかんないの。え、どうやってコメント見るの？むずいむずいむずい。ねえ、コメントの見方がわかんない。ね、みんなメンバー普通にコメント読んでましたか？これ縦にしたら見れるかな。あ、縦になったら見えるわ。あー、バグってただけでした。なんかすごいバグり方をしてました。ということで皆さん、改めましてこんばんは。SKE48 チーム S の中ちゃんこと中坂美優です。パーカー女子やで。聞いてください、私パーカーを買いまして、めっちゃ可愛いんすよ、そのパーカーが。っていう自慢です。どんなの？目の好きな色の無地の L サイズです。これもね、無地じゃないので、サイズはこのくらい大きいです。今日はもう話したいこと盛りだくさんなので、とか言って多分15分くらいで話し終わっちゃうんですけど、8時半まで配信します。よろしくお願いします。ということで、改めまして皆さんこんばんは。読みます。家庭専攻ブブさん、女の子さん、ぶどうプチプチさん、にゃんにゃんかいにゃんさん、リボンクマさん、ピヨンさん、モルターさん、ガローさん、クキンさん、女の子さん、天童虫さん、だるまもってるさん、宇宙豚さん、おつまこさん、おつまこさん、ピッピふゆぴさん、ハム太郎さん、ひこわしさん、メガネさん、怪獣さん、イカさん、クロミちゃんさん、マスターさん、キラン猫さん、ガホリウムさん、ニット帽さん、勇者さん、こんばんは。今日の私の相方、これでもうなくなります。家から豆乳が。こんばんは。磁石磁石できない。磁石磁石できない。いきます。磁石刺さらない。磁石これ刺さるまで終わりません。磁石磁石磁石。おいしいのり。ぜひ元ネタが知りたい方は TikTok でほのぴすって検索してみてください。ほのぴすさんのモノマネです。のめっちゃピーチっていうジュースを飲んでる動画です。あ、それかあのジュース飲んでる系全部磁石って言ってます。はい、かわいいです。
キャラメルと白桃しか飲んでない。前髪増えたっていうか、なんか減ったよね。どちらかというとシースルーです。今日はもう話したいこと盛りだくさんなんですけど、どんな話が聞きたいですか？主に学校の話。ぶっすい今の顔めっちゃブスだった。体育はありました。そう、体育はあったんですけど、まずミユネタと体育の話がありますけど、ハゲちゃんの話しますか。じゃあ今日はハゲちゃんのママに会ったんですけど、ハゲちゃんのママがすごい手振ってくれて、わハゲちゃんのママだって思って深々とお辞儀をしました。ハゲちゃんのママめっちゃ可愛くて、めっちゃ可愛かったんですよ。ハギちゃんのママが可愛いなって思いました。以上です。ハギちゃんのママ曰く、豆乳を大量に買わされてますって言ってました。中坂のせいでさ、ハゲちゃんが豆乳にハマっちゃったからさ、めっちゃ豆乳買ってるんだって。ハゲちゃんがなんか申し訳ないですね。じゃあ体育の話しましょうか。体育の話しますね。体育今日はソフトボールをめっちゃ久しぶりにしたんですよ。まずボールを取り損ねて指がクシってなって痛かったんですよ。考えるだけで痛いんですけど、もう超痛くて、もう私の指かわいそうって思いました。で、まあもう一個は、まあ、バッティングで今日なんと3回ホームランを打ちました。ホームランっていうかぶっ飛ばしました3回。いや中坂マジでね調子いいです最近。もうね最高級に楽しかったです。すごいでしょ。ガラスは今日ガラスじゃない方を向いてやったので全然割れなかったんですけど、でもマジでぶっ飛ばしました。じゃあ最後に一番面白い話をしていきたいと思います。これは私の席って一番後ろなんですけど、社会の席、社会の話なんですけど、前にミュウがいて、後ろにハゲちゃんがいて、斜め後ろにもう一人中坂の配信を見に来てくれる子がいるんですね。でね、まあ今日社会を普通に受けてたんですよ、まあ、いつもと。で今日ちょっと授業参観だったか親が見に来てるか、私はもう寝ないことが必死すぎて、もう寝ないように頑張ってたんですね。今日何の授業だろうと思って、今日は価格の授業してたんです。価格の変動とかさ、もうそういうの話をしてて、あ価格面白くなさそうやなと思いながら聞いてたんですよ。そう、それで、ね、マジで思んないなと思いながら授業聞いてたんですけども、こっからですね、もう皆さんにクイズを出したいと思います。今日は価格の授業をしたんですけど、そう、需要と供給、そうすごいですね、需要と供給の授業をしたんですけど、まあ、何で私たちがつぼったでしょうか。これ当てたらファンサします。はい、みんな中学3年生の時に習った需要と供給を思い出してください。でもこれはなんか授業中だから笑えなかったんですけど、もう超ニヤニヤしてました。
もうずっとニヤニヤしてて、もう授業終わった後にもう後ろ振り向いて、えマジで今日やばかったんだけどって言ったら、もう二人もなんかずっと笑いこらえてたよみたいな話をしてて、もう最強に面白かったです。ヒントはミュウです。あ、そうそう、金庫、市場金庫だっけ、そうそういうやつです。たこ焼きの値段惜しい。ミュウたちはたこ焼きじゃなくてたこ焼きパンだから、ごめん。全然答えが出なさそうなので、皆さん笑い出す3秒前だと思って聞いててください。いきます、 3,2,1 爆笑。独占価格について勉強しました、イエーイいやこれも大爆笑やろ。え、好き。いやマジで面白くて、超ずっとニヤニヤしてたんですよ。もうクソーみたいな。でね、まあさ、そう、独占価格について勉強したんですけど、まあ、独占価格っていうのがなんか少数派の、そのなんですか、会社がその一個の商品を独占して生産することによって利益を多くもらおうとするみたいなやつなんですけど、独占って良くないんですよ実は。だから法律で独占禁止法っていう法律があるんですね。でだからその独占禁止法をもう超面白くて、もう ずっと一人でずっと、なんかすごい、ゆいちゃん独占って思いながら笑ってました。くっそ面白いんだけど、無理。でもね、死ぬほど面白かったんですよ。だからみんなショールームを見に来てくれるハギちゃんともう一人の子で3人でもうずっと大爆笑してました。なんか中坂ずっと教科書にソシ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 って書いてました。でね、中坂今日は独占禁止法が言いたくて手を挙げたのにもかかわらず当ててもらえなかったので、そのだからピンピンで、でも独占は当たったので、最後の独占を当ててもらったね。はいはい、じゃあ中坂さん独占って言ったか、ちゃんと。でハゲちゃんとそっからずっと独占ソシゲームをしてました。独占って言ったら阻止っていうゲームなんですけど、独占阻止、ハギちゃん独占阻止とか言ったから、もう超面白くて、もう死ぬほど面白かったっていう話です。はい、面白かったでしょ。授業中に何した。もうめっちゃ面白かった。いやもうね、死ぬほど面白くて最高でした。なんか英語の時間はね、今日はねあんま真面目に受けてないです。英語のテストが返ってきたんですけど、英語が得意な子よりも小テストが点数良くて良かったと思いました。トムもだから独占禁止法はね絶対間違えないねっていう話を3人でしました。独占、今日は多分誰も見に来てないと思うので、お友達が久しぶりですね、いないのは。そう、ハゲちゃんがいる時にまたこの話をしたい。ハゲちゃんはナウ塾でテストを受けております。頑張れー。以上、学校の話でした今日の。
そう、そんな感じ。今日からダイエット宣言をしたんですけど、頑張って今日から痩せたいと思います。おっす。で、痩せるためにまず腕をブンブンしていきたいと思います。100人しか見えないでしょ。絶対100人以内に入ってくるもん。入ってこない子もコメントっていうか絶対 LINE 来るからいいんです。痛い。目標は2キロ減。わっさーん、カムサハモニーだー。なんかせかプニプニしてるからいいのに。ブブイプニしよう。右肩が痛かった。なんか友達が痩せたいっていうか、長坂さんが無理に豆乳をおすすめしたんですよ。とね、嫌いなのに飲んでくれたって言ったじゃん。しかもアイスだったから冬寒いねって言われて、なんでみんな冬にアイス食べないんだろうってなんかしか思いました。なんか毎日中坂さんの学校生活を聞いてる気がするよ。まあ中坂が毎日学校の話しかしてないからね。豆乳、キャラメルは106しかないのでそんな高くないですね。白桃の方が高いんですよ、カロリー。ちなみに糖質が 12.5g なのでだいぶ高いです。はい、じゃあ今日は今日っていうか、まずここ最近ずっとハゲちゃんと TikTok を踊ってるの、 TikTok の曲踊ってるね。今日覚えたやつを踊りたいと思います。何の披露のコーナーやねん。と、なんだっけ、楽しそうなのは伝わる。あとね、もう一個覚えたけどね、忘れちゃった。あら、すごい、よくわかりますね。六感です。そうです、ピンポーン。なんで分かったの？え、すごいすごいすごい。やいかやいか。とりあえず OKB は覚えた。すごい。なんだっけ？あんたの私も OK OK、 にっこり笑って OK OK、 使え笑顔でお使い OK 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 バンク。頼れる銀行、オーケービン、大劇行列銀行、大劇行列銀行。ゆいくだ、すごい、なんでわかるの？パチパチ。もはや一番のエンターテインメント、中坂ショールーム。ドゥルントゥン、ドゥルン、ドゥルン。見て、曲を。ガムテープ貼って。イェーイ。あんたも私もオッケーオッケー、にっこり笑ってオッケーオッケー、笑顔で扱いオッケー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 バン、あのオッケーバンク、頼れる銀行、違う、頼れる銀行、オッケー、ここはできないの。オッケービー、大垣行列銀行、銀行、大垣行列銀行。
毎日ショールームを聞いてると社会の時間いかに寝ないのが大変か分かります。え、社会マジでつまらんから何かと思ったらガイナテイク。そうなんですよね、夢の国のね主役が映ってるちょっとだからね、あって思ってペタって貼りました。さっきあー犬だと思ったんですね。ネズミですひそかに、そうです、いつでも呼んでください。あなたも私にもオッケーオッケー、にっこり笑ってオッケーオッケー、笑顔で熱く笑顔で扱い、 OK 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 バンク、テネル銀行 OK B、 おげきやりつ銀行、おげきやりつ銀行。そうですで何かゴミがついてるんだが、今日モンブラン買おうか迷った。買いなよモンブラン。今日のモンブランはなんか立体でした。いつもに増して立体で、今日なんか立体ですねって言ったら、どういうこと、いいって意味って言ったから、めっちゃ面白いですわって言ったら、笑っとるやんって言われて、笑ったでした。お腹が、今日も中で今日のモンブラン今日は本当になんか立体で、もうめっちゃねモンブランみたいな感じで、なんか後ろの席の子に今日のめっちゃなんかさ、山田先生、あ先生の名前言いそうになってた、まあ聞かなかった子の人が今日めっちゃモンブランモンブランじゃねって言ったら、なんかえー、そうかなーって言われて、もうめっちゃ今日立体モンブランなんだけどっていう話をしましたもうモンブランでしたフフ何も聞こえなかったみんなモンブランって言うの、みんなちゃんとあの先生って呼んでますよ先生みたいな先生みたいな。今日おしろくんにさ、今日モンブランマジモンブランじゃねって、今日マジで立体なんだけどみたいな、モンブランじゃん、あそう数学の先生があのモンブランみたいな頭してるんでモンブランって呼んでるんですけど、なんかいつにも増してのモンブランで、会った瞬間今日マジでモンブランモンブランですよねとか言ってないけど、今日マジで立体ですね髪の毛って言って、いい感じって言われたから、なんか面白いですって笑っちゃいました。数学の先生がモンブラン、そう数学の先生がモンブランなんです。なんかね、私の学年の先生なんか大体食べ物に表せるんじゃねってくらい、なんか食べ物みたいです。あの理科の先生はわかめだから、あ立体すぎる先生の写真ですかね。今度修学旅行の写真が販売されるということなので、長崎さんね、そういう写真が販売されるとありえない数を買ってしまうので、良くないと反省しております。なんかデータで欲しい、賞味正直正直あのデータで欲しい紙でもらってもさ、なくしちゃうからみゆちゃんの写真、天使ちゃんとの写真いっぱいあります。だって磯釣りも一緒にやったし、富士急も同じ班だったから、もうキュンキュンキュンです。かわちぃの虹をもうね、かわいいんです、誰にもね伝わらなくていいんです。中坂だけが楽しんでるその子のかわいさ。
え、学校は楽しいですよ、いつでも。天使ちゃんの独占は禁止です。そうです、天使ちゃんにはもう独占してる相手がいるので、ドンマイです。ハートの独占権を歌いたいと思います。彼のことならどんなことだって私が一番知ってるわ。林ダイスと阪神が大好きで Z コースターが嫌い。でも本当は私が誰より彼のこと理解してるの。アナミレイと無糖ケジのファンで熱いお風呂が苦手よ。目玉焼きにはケチャップ、とんかつにはお醤油、ヒゲは電気シェーバー、ブリーフよりトランクス愛用。ここではっきり選んでもらおう、二人のうちどちらかを。そうよ、彼の本命といえば私か私か。恋は一人とするものでしょう、ハートの独占権。修学旅行、隣に人がいたら寝れないから一人部屋にしてもらってた。すごい。中坂さんはなんかね、小学校の時は寝たい時に寝たくなったら耳元でふーってされて、なんかお昼みたいなのを3時まで繰り広げておりました。トランクスってわかるのかな。あれですよね、ベジータの子供ですよ。ハートの独占権価格とか今日は盛りだくさんだね。なんかいろいろ詰め込んでますけど、そうですね。そっち？そっちやろ。フュージョン。ティキー。目はゴテンクスが好きです。ふーっティキーン。ドラゴンボールのおしまいはマジンブーです。マジンブーしか勝たん。高校の修学旅行が6泊7日だったから大変だったわ。それは大変。でも中坂さんはなんか賞味2泊3日じゃ足りんと思っております。魔人ブーのあの可愛い時ですね。なんか脂肪みたいな可愛いでしょ。中坂さんは修学旅行での思い出はそうですね、ミュウは食べられないものが多いので好き嫌いが多くて、よく人に食べてもらうんですけど、なんか逆に中坂がめっちゃ食べた時、人のものを。今年も小6もいっぱいもらって食べた。今年はお刺身を食べて、ハギちゃんのお刺身を食べた。結構最低ですね。で、あとはお刺身いっぱいもらったのと、美味しいものいっぱいもらいました。んバットだったらどうやってフューチャーしたい？おルーさん。可愛くなりたい。フェアトレードです。大丈夫です。そうです。顔が小さく見える。顔が小さく見える方法。
最近このポーズばっかりしちゃう自撮り。なかちゃんと修学旅行行ったら間違いなく楽しいだろうな。多分めっちゃ楽しいと思います。超パリピだから私。ウェイケビーって。でも中坂さんはあの夢の国に行って、あの早くチュロスとポップコーンを食べたいです。こんばんはでやんす。おはよう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 でやんす。こんにちは。こんにちは。今流行ってます。流行ってます。超流行ってます。中坂も知ってんのかっていうか、もう学校みんなやってます。応援合戦の練習の時みんなでおはようでやんすってやってました。楽しかったです。なげちゃんの笑顔を見てたら癒されるわ。あー好きキュンです。今日の明日の占いルーレットで明日の運勢第1位はてけ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 鳥年のあなたです。続いての第2位はデケ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 デン犬年のあなたです。イエーイ。デケ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 、あ、その3位はデケ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 デン獅子座です。次は3つ言ったもんね。4位デケ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 デンイノシシ同士の人。第5位はデケ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 デン辰年の人。次あれなんて言いました。そっか、獅子座とか言ってたバカすぎて、バカすぎて死んじゃうんだけど。寝ました。おやすみなさい。ピースー。バカバカっていっぱいコメントしてください。バカバカバカってコメントしてください。反省してます今。ビエーン。何言ってんの本当に。頭おかしいんちゃいますかね。いや本当それな。こういう時は落ち着いて。大草原深い日。悲しい時、自分の目の前に鳥の糞が落ちた時、悲しい時。買いに行ったお店に飲みたい豆乳がなかった時。久しぶりでやろう。目の前ならええやん。前目の前の人に振りかかりました。でもミュウの習字道具が汚れました。そのせいでピュンピュンピュン甲子園、ピエン甲子園
なかちゃんこんばんちゃ、こんばんちゃ、ちゃ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 、ぴえんぴえんぴえん甲子園、ぴえん甲子園、ぴえん甲子園。ティーチャーティーチャーなぜにいるかしら、ティーチャーティーチャーなぜ微笑むかしら、ティーチャーティーチャーなぜ私だ、ティーチャーティーチャーなぜそんな距離を置くの、ティーチャーティーチャーなぜに教え子は、ティーチャーティーチャーなぜ恋愛対象外、ティーチャーティーチャーなぜうんぬぬ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 、いつもと違う今日のせいしてわー、ドゥンドゥンドゥルンドゥ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 ン。ユッティみたい。だってちっちゃいことないもん、ちっちゃいことないもん。考えます。はい、行きます。なんかって おもんないけど、まあちっちゃいことだから気にしないように行きたいと思います。なかちゃんこの間、体育館の体育館でモニターを見るためにメガネを持って行ったんだけど、そのメガネをかけたらモニターそのメガネをかけたけどモニターすま何も見えませんね。面白くない。なんか面白いこと考えますね。はい、行きます。なかちゃんこの間ショールームで一発芸をやったんだけど、誰も受けなかった、誰にも受けなかったわけ。だから新しい芸人さんを考えて、それでもそれをもうやってみたわけ。でもそれも全然受けなかったわけ。みんな冷たーい。ちっちゃいこと、あ違う、強烈。ちっちゃいことは気にするな、それはカチコカチコ、バイバーイ。閉店ガラガラ。なんだ悲しい、ピエンピエン。わお。芸人さんのネタってすごいですね。よく考えてますね。すごい。どうぞどうぞリクエストしてください。何でも答えます。このままでは終われない。こんな冷え切った空気じゃ。ハンバーグ。めなんかあんま分かんないんですよね、芸人さん。知ってる芸人さんが少ない。いやだ、もうみんな冷たいからもうやんない。武勇伝武勇伝武勇伝伝伝伝伝レッツゴー。武勇伝むずいな。武勇伝ない。私すごい武勇伝があるんですけど、ショールームなんかで発表できるあのレベルじゃないので、もっと公でしたい。
21時から発表しません。じゃあジョイマンさんやります。ありがとうオリガトン甘納豆微糖。マジでねおもんない、ごめんなさい、私がやるから面白くないです。ジョイマンさんがやったら面白いんです。あでもあでもあでも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 そんなの関係ねえ、そんなの関係ねえ、そんなの関係ねえ。はいおっぱっぴー。もうこれガチで修学旅行の時にやってたんですよ。あの男の子がもうすごい度胸すごいなと思いました。芸人のチョイスがいちいち古い、なんかちょっと前の芸人さんしか分かんないんだよ。もちろんパンイチ、パンイチではないです、さすがに。そんな体張ってたらちょっと引きます、逆に。サンシャインの草川ジャスティス。いやーゴージャスさんが好きだからゴージャスさんやります。まだ助かる、まだガスカル、そしてここまだガスカル。特別なスープをあなたにあげる、あったかいんだから。なぐちゃんでーす。ぺこぱさんです。シュウペイです。PPAP トゥトゥティ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 トゥティトゥ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 。 I have a pen, I have an apple, apple pen, I have a pen, I have pineapple, pineapple pen, apple pen, pineapple pen. ペンパイナップルアボペン、トゥトゥチャラトゥトゥチャラトゥトゥチャラ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 。手話はわかんないです、さすがに。一応編成なんで。セクシー。ドゥン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 ドゥルンドゥ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 ドゥン。キノコは食べてない。35億、ドゥン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 ドゥルルルンドゥンドゥンドゥン、あと50,000,000人、ドゥン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 ドゥルルルンドゥンドゥンドゥン。かわいいけど面白くない。あ、厳しいご意見ですね。
悲しい時はさもう再来しないです。なんかダメだ、ブルゾンちえみさんを思い出すとなんか中坂さんは感動してしまいますね。うん、まあこれは皆さんには分からない話なので話さないんですけど、めっちゃね感動する話があるんですよ。ウィズはあのミーとユーでミューです。学校でもやってるの？やんないです、やんないです。中坂さんはあの陰キャなんでこんなことできません学校で。毛玉やば毛玉やば、リュウ玉ねぎ食べたいな、リュウ玉ねぎ食べたいな、か玉ねぎパッパ玉ねぎパッパ玉ねぎ食べたいな、リュウ。出た陰キャマジ信じられない。でも今日はあの頑張って挨拶しました。おはようございますって、もうめっちゃ学校に行く前に予行練習した。おはようございます、おはようございます、おはようございます、いざ学校行っておはようございます、おはようございますみたいな。YouTube に上がってる動画見せてきてこれやってみろよって男子はいないの？まあ、基本的に男子喋らないですね。いいじゃないの、ダメよダメダメ、懐かしいね。いいじゃないの、中坂は声優みたいな声ですよね。皆さんこんにちは、 SKE48 9期生チーム S の中坂美優です。皆さんはいかがお過ごしですか？中坂はこの頃ショールームで滑ってばっかりなので落ち込んでおります。今日もテンション上げていきましょう。フォーテレテテ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 テ、扉開けたらまるでタイムマシン巻き戻された夢のディスカスティー、ユナル探して怪しいからパーティー、踊り明かす愛のモンスター、ワーッとハロウィンなりなるいないかぼちゃが誘ってる、さあ手を叩け腰を振る、年に一度のカーニバル、今日だけ自由なお化けたちハロウィンだ。Are you ready?今日は学校でね恋するフォンチュンクッキーが流れたんですよね。みんなノリノリだったので中坂は踊りましたよ。トゥ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 フォメンタルは大丈夫です。こいちゃんはねいけないです
鼻息がすごい。今日マジですごいんだけど、なんかくさ。イエーイ。
母さん今日配信見てないのかな。お母さん、まだお父さん帰ってきてないかやるね。今日はオムレイツでち。私を見て。違うんですよ、なんか夜ご飯を早く食べたいからみたいな言ってたけど、でもパパサクが帰ってきなかったら食べれないから、どっちみちね。だからね、やるね。オムライチです。スカートをウエストで5センチ折って短く履いた分自由になりたい。グロスを塗りながらしらけているのは楽しいことなんか何にもないから、どこかで携帯の着メロなんて誰かから遊びの誘いつるんでいるのもだったるい。私は制服を着たレジスタンス、大人に抵抗し続ける。孤独な制服を着たレジスタンス、あれダメこれダメ息苦しい。聞き分けいい子なんてなりやしない。なんかこれはピオさんとユリアさんと、あとはルナとこの前のリセットのメンバーです。まつげのエクステとネイルで武装して、誰かの説教をガン無視している。やりたいことなんかあるわけないしね。学校にいたって意味なんてないし、卒業したらどうなるんだろう。親たちは興味なさそうだし、毎日昼まで眠るだけ。私が制服を脱いでしまったら抵抗するものがなくなる。心の制服を脱いでしまったら歯向かう相手が見つからない。みんなと同じように大人さ。マキコさん、その3人のレジスタンスが好きです。好きです。そろそろガラケーからスマホにしてもいいんじゃない。このなんか時代感を感じされるところがまたいいというところと軸取りしてあげましょう。何かに拗ねたような眼差し、目の前のものがみなダサい。ルールにうんざり不青年。私は制服を着たレジスタンス、大人に抵抗し続け
次の歌で最後にする。しよう。真剣やで。久しぶりに歌うこの曲。あの夏の日、誰も知らない僕らの特訓さ、毎日さ、もう疲れてるはずなのに、誰も辛いなんて言わずにいた。仲良くなるのは少し時間かかったけど、仲間になるのはあれから、あっという間で、今君に伝えたい言葉が多すぎて言えない、ありがとうって好きだよって言えばいいだけなのに、いつか夢を叶えてみんなとこの場所で会いたい、だからね今日は笑顔でさよならを言うんだね。試合に負け続けていた頃、突然に君からメールが来て、驚いたけれど嬉しかった。あの時は君の悩みの答えが見つからなかったけれど、今ならそうだったグランドと
いい曲だね。いやそれな、マジ好き。これから好きな曲なんですかって言ったら、僕らの絆ですって言います。あれも好きなんですよ、愛の数。わかりますか、愛の数入ってないですよめっちゃ好きなんですよ。選曲が怖すぎる。中坂は We are growing up がもう超好きなんですけど、 We are growing up もないんですよ。これは中坂さんの感情を歌にしたんじゃねってくらい中坂さんのテーマソングっぽい歌なんですよ。ぜひ聴いてください。あったと思ったけどないんですよね、愛の数。拍手の愛ってさ、なんかコンサートの最後にめっちゃ歌ってるイメージなんですけど、わかりますか？Bye.
れてる方が振り回される弱い者のいじめなんてしないだってあなたの負け弱い者のいじめなんてしない恋は私の勝ち生きて中坂もさなんか SK の歌をさあの思う存分歌える人と一緒にカラオケに行きたいかなり歌える自信ないんだよねそう残念ながらかなりはね歌える自信ないんだよねなんでこの曲が歌えるかっていうと中坂さんのあれなんですよ中坂さんのオリジナル公演みたいな中坂が考えた公演みたいなのでやったから歌ったから歌えるかなめっちゃ聴いてたんだよスケイの曲を一時期めっちゃ聴いてる時期があってありえない聴いてました君とあの頃よく言ったツタが絡まるレンガの喫茶店学校だけじゃも過ぎる時間忘れた恋とかもっと違うもの人として惹かれ合う何か同じ時代走り抜けてゆく風をあー感じるなりあ泣いてたあの窓際のカゴの中かなりあ泣いてたそうここではないどこかへ僕は何度も夢を見る空の赤なナポリタン食べて好きな映画のクイズを出し合った監督の名前思い出せずに二人天井を見てたなんか違う気がする生きる意味と語りたいをして青く咲いて哲学の部屋それが愛といつの日か気づいた辛い友情かなり消えてた
みんなのコメントを見てちょっと選んでるよ。多分カナリアは多分自分で選ばない、歌える自信ない。 N サイムずい、こんなの。カナリア戻ってきた。カナリアンシンドロームで何事かと思う。ね、楽しいんですよ。うるさいって怒られちゃった。楽しいんです、この音が好き。50分、okay、じゃあ何の曲を流しながら今日エンディングしようかな。悩む。好きな歌です。またでも好きな歌大体全部好き。それではギフト読みたいと思います。トートイピョンピョンさん、カイミキネミタさん、コスモス、シャーさん、肉まん、ピザまん、アンマン、ピザまん、肉まん、アンマン、サーフィーさん、カワイイ、クロミちゃんさん、カワイイカワイイカワイイ、サーフィーさん、ハート、トートイピョンピョンさん、肉まんとアンマン、誰も持ってるさん、ミラーボール、トートイピョンピョンさん、トルルンランのプーフーセンワンワンさん、ピザマン、肉まん、アンマン、カトイセンコーブーブーさん、トルルランのプーフーセンワンワンさん、ミラーボール、おつまこさん、肉まん、アンマン、ピザマン、サーフィーさん、コスモス、誰も持ってるさん、ミラーボール、トートイピョンピョンさん、うわ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 、ブドウプチプチさん、ハート、トートイピョンピョンさん、ハート、スマッシュさん、トルルランの音符、ピンクの宇宙人さん、ミラーボール、忍者ビタさん、トロロロの音符、キラキラッピさん、ハート、忍者ビタさん、馬、キラキラッピさん、お花、スマッシュさん、トロロロの音符、誰も持ってるさん、ミラーボール、ビキニビタさん、トロロロの音符、ありがとうございます。今日の中身73位は今のアバターのさんです。イエーイ。20から読んでいきたいと思います。いきます、せーの、ケロケロッピさん、ビキニブタさん、ヒヒンさん、トウトウピョンピョンさん、クロミちゃんさん、サーフィンさん、ピッピーフユッピさん、ありがとうございます。13位、さあありがとうございます。ハムスター、カリカリ。12位、さあありがとうございます。コケモコ。11位、さあありがとうございます。オーテ。10位、さあありがとうございます。ニャンニャンカエンニャン。9位、さあありがとうございます。マッソー。8位、さあありがとうございます。プツムラブ。7位、さあありがとうございます。ブドウプチプチ。6位、さあありがとうございます。カトリセンコーブーム。5位、さあありがとうございます。スマッシュ。4位、さあありがとうございます。だるま。3位、さあありがとうございます。ウキー。2位、さあありがとうございます。シャー。そして今日の1位はドゥグドゥグドゥ、1位はドゥグ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 ドゥン、ラン、さんです。イエーイ。せーの、ウキー。もう終わっちゃうわ。いつの日か私の夢かな。
一緒ですね。今日のミュウと一緒。女子のターンだよって言ってから、女子のターンだよ。カブサーマニだ、カブみんな。ということで4238人の皆さん、見に来てくださってありがとうございました。コメントしてくださった方、星やギフトを投げてくださった方もありがとうございました。もしよかったらメール、ブログのチェック、大富豪とショールームのフォロー、ツイッターとインスタグラムのフォローもよろしくお願いします。そして2じゃないよの、ゆずぽさんとの動画が更新されたので、ぜひそちらもご覧ください。それでは終わりたいと思います。今日も大富豪よろしくです。いやね、大悟だと全然ね、ファンの人に当たらないんですよ。だから頑張って脈落ちしますとか言いながら、多分大富豪じゃない。でもあと3分あるので、なんかお話しましょう。今日は絶対当たろうな。ちゅゆるご飯はオムライチューですこの音好きなんですよ。カムサムニダー、カムサムニダー、大富豪はぴったりのしてます。カムサムニダー好き。俺嫌い。多分聞いてる方はいい音じゃないと思います。する方が好きなんですよね、多分。カムサムニダパパサカは帰ってきた。パパサカ帰ってきた。多分帰ってきてないですね。明日はポッキーの日ですね。そうです、明日はチーム S 公演なので、みんな見てください。あ、来たって、来たぞってまさかからの返答が来ました。ということで、終わらないとちょっと遅れそうなので、終わりたいと思います。あなたのポッキー何本分、明日は朝配信なので朝見てね。で終わります。せーごめんもう無理じゃんけんぽん、うーまいちゃん。